カラッと揚げさせてくれい。丁寧にこうひっくり返してやってください。居酒屋さんにあったら超人気メニューですよこれは。どうも、公園のベンチで鬼殺し飲んでる人です。ということでですね、私もう結構な感じになってきたんですけども、本当に美味しいですねおつまみを作ってですね、いい気持ちになりたいと。いいお酒を飲むことですね、いいつまみといいお酒を飲むことが一番美味しいと思うんで、とにかく今日はいいことをしていきます。リュウジのバズレシピで、材料紹介でございます。なんとですね、もう今日はね、これだけしか使えないの。むきあさり。最近はスーパーとかで売ってるんで、スーパーで買っていただいてもいいんですけども、業務用スーパーにも売ってるこの冷凍のむきあさりです。これを使ったね、あさりの唐揚げ。マジうまいから。手止まんなくなる。今回はこの冷凍のむきあさりを使ってですよ。本当に美味しい。あさりの唐揚げ。皆さんあんま食べたことないと思うんですけども、これ本当に美味しいんでやってください。ということで、ファイ !100g 入れていきます。そこにですね、調味料入れていきます。解凍しなくても全然平気です。解凍するとき流水とかやめてくださいね。レンジとかでやっていただいた方がいいんですけども、まあ僕は凍ったままやっちゃいます。大さじ1半醤油、生姜大さじ1半、みりんりんと酒が大さじ半分です。これですね、はい、大さじ半分、はい、はい、これぐらいですね。ニンニクがね、あんまり得意じゃないって方は、生姜でも美味しいんでね、生姜使ってみてください、ニンニクが苦手な方はね。はい。味の素、1、2、3、4、5振りです。はい。そしてね、よーくね、このね、調味料に浸していく。アサリが溶けるまで常温で、大体ね、30分ぐらい漬け込んでおきますんで。で、これ凍ったまま30分やっていきます。はい、それですね、30分、アサリを漬けたのがこれ。そして30分飲み続けたのがこれです。そして私が今から揚げていくわけでございます。それだからでもアサリはねちっちゃいからね、もう本当にこの鍋底1センチ歩かないかぐらいで OK です。それで温めていきます。これはねアサリの唐揚げ本当に時間ね、ほぼ解凍されてるんですよ。すっごい味染みてるんで、このまんまでも大丈夫です。軽く絞ってね、軽く絞って入れちゃう。そしたらもう片栗粉とガッシャガッシャなんですよ。お邪魔女カーニバルですよ。片栗粉ボンボコついた状態でいいんで入れちゃう。揚げていくときに全体的に絡まるように、全体油に浸すような感じにやってください。磯の香りがすごい、この磯の香りでを前菜にします。もうほぼお通しです。転がしながら揚げていくと、これが重要でございます。皆さんカラッと揚げさせてくれい。ここら辺がチャウチャウ色ぐらいになったら OK。 結構アサリ自体が水分を持った食材なんで、ちょっと火を入れます。やっぱりこう今ひっくり返したとこぐらいの色がついてれば大丈夫です。丁寧にこうひっくり返してやってください。酔っ払っててもね、ちゃんとカメラ回ってるっていう意識がないとねできないことですよ本当に。これはで全体がこんな感じでチャウチャ色になって、箸で触った感じすげえかってえなって思ったら、でこれで揚げていきます。これをここに、残った油はキッチンペーパーに吸わしてゴミ袋に捨ててくださいね。ちゃんとやってくださいね。パリッと上がるんですよこれ。塩味が足んないなっていう方はお塩少しまぶしてもいいですけど、多分足りると思います。僕今の感じは足りたんで、だから胡椒だけ振ります。もうガサッとガサッといきます。居酒屋さんにあったら超人気メニューですよこれは。このコロコロ感がね。今回唐揚げ屋地区にちょっとねレモンとパセリ、ほらどうですか。もうアサリの完成でございます。それではできました。ダルガダルバヨナス。ああ、俺これ食ったらもう無理な気がするわ。これ大好きすぎて。ああ、いただきたいと思います。このままいきたいと思います。このもうちょっとビールくれ、ビール。これやばいよこれ。もう喋っていいですか。あー上半期ナンバーワンだね。多分全員かな。はい、じゃあ今日は撮影終了です。お疲れ様です。いただきます。手で食べて。いただきます。手で食べて。手で食べて。そうそうそう。
うまっ。うん、やべえだろこれ。すごいな、持ってた100倍うまかったさ。うん、一瞬でなくなるから。旨味がすごすぎるね。冷凍のむきあげさでさ、 100g100 円しないんだよ。絶対やった方がいいよこれ。ちょっとレモン絞った時の威力やばいから、ちょっとやばっ。俺らが一番好きなつまみじゃんこれ。一人一皿欲しいぐらいじゃないですか。ずっと食える、ずっと行けちゃいます。ずっと食える。むきあさりだからこそできるこうレシピがあります。むきあさりだから冷凍だからできる。喋るなんてこうやって。だから全員飲んだ。超自信あったから。超自信あったから絶対こうなるだろうと思ったから飲んだ。ということで、このアサリの唐揚げもうめちゃめちゃ美味しいんで、皆さん僕らはこれでこれから酒盛りするはずなんで、じゃあ皆さんぜひやってみてください。はい、皆さんシラフでやってくださいね。私はもう本当に油の匂い嗅ぐと、もうあー撮影だなって、うん、オッケーみたいな感じになりますので、だから大丈夫なんです。はい、おお。